さんこんにちは、チャンネルライダーヒーローでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのはこちらでございます。プリマンバンダイ限定仮面ライダー01デラックスヒューマギアプログライズキーセットでございます。仮面ライダー01ね、後半になって、登場し始めたヒューマギアのプログライズキー、こちらの方がついに商品化でございます。今回ね、収録されているのはパッケージに映っている通りチェスタ、そして、マモル、そして、腹筋崩壊太郎、そして一貫にぎろ、この4人がラインナップとなったセットとなっております。パッケージの紹介でございます。まずは正面、ヒューマギアの素体映ってますね。でプログライズキー映す上にはにぎろ、腹筋崩壊太郎、シェスタ、マモル映ってますね。で横は秘伝インテリジェンス、で反対側も秘伝インテリジェンス、後ろはこれいいですよね、テイクオフトゥアドリーム。いやーすごいな、このパッケージでね、たぶん飾れますよね。これいいデザインしてますよね。いや、プレミアムバンダイのね、商品ってこれパッケージもね、ちょっとかっこよくて飾ることができるんで、こういうところ結構嬉しいですよね。パッケージの方ね、一応全面紹介させていただきましたので、それでは中身のプログライズキー確認していきたいなと思います。こちらの動画はチャンネルライダーヒルの提供でお送りします。はい、ということで中身の方を開けさせていただきました。ヒューマギアプログライズキーセットでございます。まずね、一つ一つ、外観確認していきたいなと思います。まずは一番前、シェスタ、こちらの方確認していきたいなと思います。いやー、ヒューマギアプログライズキー、ようやく初めての商品化なんですけど、綺麗なんですよ。劇中の通りね、クリアパーツにラメが入っているデザインなんですが、それしっかり再現されております。綺麗ですね。いやー、デラックスなのでもちろん押すことができます。いやー、いいですね。そして、ここね、ちゃんと透き通っていて、後ろのシール秘伝っていうのがしっかり写っております。そして、こちらカバーパーツも開けることができて、中のシールどのようになっているんでしょうか。おー、結構リアルですね。テッサのね、中の機械のデザインバージョンがしっかりシールされております。いやー、なんかね、多分なかなか見る機会はないデザインだと思うんで、いいですよね、こうやって見れる機会があるっていうのは。はい、それでは続きまして、皆さんご存知の腹筋崩壊太郎プログライズキーでございます。こちらね、まだギリギリ公開してるのかな、東映特撮、YouTube、公式チャンネルにて登場しましたね。こちらのプログライズキー商品化でございますよ。体感は、今紹介させていただいたものと同じで、前が腹筋崩壊太郎映っていますね。腹筋崩壊太郎の腹筋しっかりここに6つあるんでね、これもちゃんと再現されております。中のシールも、おー、口開けてますね。腹筋パワーっていう感じですよね。いやー、こちらも再現されております。続きまして、マモルプログラジキーでございます。はい、マモルね、結構登場してますよね、ゼロワン。やっぱりね、秘伝インテリジェンスの警備してるんでね、それなりに登場は多い方ではないでしょうか。こちらもね、ミントしっかり再現されております。マモルは確かこのプログライズキーを確かね、活躍しましたよ。皆さん覚えてますか？タルトがね、バーンって撃たれた時に、胸に隠してたこのマモルのプログライズキーが銃弾を守ってくれたんですよね。いやー、さすが、マモルですよ。そんな活躍をしたマモルのプログライズキーも商品化、嬉しいですね。中のシールこのようになっております。はい、帽子のね、機械バージョンのデザインということで。そして最後4つ目、一貫にぎろうプログライズキーでございます。はい、にぎろうでございますよ。皆さんご存知ですか、にぎろう。今ね、くら寿司さんの方で一貫にぎろうが考案したお寿司、お寿司がね、なんと販売されているということで、皆さんもね、スシローが考案した寿司食べに行ってみてください。私ももちろん食べに行かせていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ということでね、プログライズキーに紹介でございます。こちらね、黄色いプリントしっかりデザインされております。そして開けるとシール、イクラとマグロの機械バージョンのシールがね、ちゃんと貼り付けられております。すごいですね、こんなのも機械っぽくデザインできるっていう、デザイナーってやっぱすごいですね。はい、
ということでね、4つ分外観しっかり紹介させていただきました。せっかくなので劇中ではねしておりませんが、ゼロワンドライバーの方にこちらの4つのプログライズ機入れて音声の方を一つ一つ確認していきたいなと思います。はい、ゼロワンドライバーの方準備させていただきました。それではね、今回付属しているプログライズ機一つ一つ音声確認して編集音も聞いていきたいなと思います。それではまず1つ目、チェスタプログライズキーでございます。まずは起動音、2つ目、アビリティ音声の部分ですね。こちらの方はヒューマギアの名乗り音声になってるんですかね、弾いていきたいと思います。それでは3つ目の音声に関してはヒューマギアのね名前を言ってくれます。シェスタ言ってくれますね。それではね、ゼロワンドライバーに早速入れてどんな音声が鳴るのか確認していきたいなと思います。まずオーソライズ、オーソライズではなくドリームライズですね。これは、腹筋崩壊タラーの YouTube の動画でクワがね鳴らしてましたね、それではカバーパーツを開いて変身。多分これは変身になるのかどうかわからないんですが、なかなかね、とても、なかなか癖になるポップな音楽ですよね。せっかくね、変身音も聞いたので、必殺な音声も聞いていきたいなと思います。はい、ヒューマギアプログライズ機の必殺音に関しましては全て共通の音声となっているようです。それでは次行ってみたいと思います。腹筋パワー、腹筋崩壊太郎でございます。まずは起動音、コメディアン、そして、2つ目、コメディアン、フォーキンホーカイ太郎、そして3つ目、フォーキンホーカイ太郎。はい、音声の方ね一応確認できました。それでは編集音を聞いていきたいなと思います。オーソライズ、ドリームライズですね。カバーを開けて変身。続きまして守るプログライズ機、音声聞いていきたいなと思います。まず起動音、2つ目、3つ目、それではドリームライズ、変身をいきます。変身。それでは最後、一貫握ろう。それでは起動音、2つ目、3つ目、それではドリームライズ、パワーパーツを開いて変身。はい、すべてのね音声の方を聞いていただきました。いかがだったでしょうか、ヒューマギアプログライズキーセット。ですね、なかなかなんていうポップな音声でね、みんなね後ろのねバックの音楽は共通なんですが、とてもポップでかっこいいおしゃれな音楽なんで、このままね全員出てほしいななんて思うんですが、全員出したらどんな額になるんだろうと思うとね、もう仮面ライダーセイバーが始まるというのに恐ろしい気もするんですが、でもね、今回ね、シェスタ、腹筋崩壊太郎、守る、そして握ろう、この4人ね、結構知名度の高いこの4人が商品化してくれたので、なんとかね、劇中で出た、どんな形でもいいのでね、発売していってほしいなぁなんて思うんですが、まあ、ゼロワンね、夏に公開するはずだった劇場版もね、きっとね、公開するはずなので、ゼロワンの世界観は終わりません。まだ、
仮面ライダーゼロワンとお別れ、完全にお別れというわけではありません。まだまだ仮面ライダーセイバーもね、楽しみに一つ。仮面ライダーゼロワン、アルトやイズをはじめとするヒューマギアのみんなや、エイムズやザイア、そして滅亡人雷のみんな、忘れずに映画のスクリーンでゼロワンのみんなとね、再会できるのをすごく楽しみに一つ。もうすごくね、テレビシリーズ終わるの寂しいんですが、毎年なんですよ、毎年なんですけど、やっぱりね、ものすごい辛いですね。ゼロワンすごく楽しめました。すごく好きな作品です。クーガのね、幼稚園の頃からもうずっと途切れることなく仮面ライダーシリーズね、応援もしてきた身としては、本当に仮面ライダーゼロワン素晴らしい作品だったと思います。子供たちにもね、人間の悪意や、お仕事だったり、いろんなことをね、考えさせられる作品だったかなと思います。でキャラクターたちもすごく魅力的で、やっぱりね、簡単には語り尽くせないぐらいすごく濃い作品でした。ゼロは本当に大好きで、コロナウイルスがこう始まる前、本当に前だったんですけど、令和ザ・ファースト・ジェネレーション、その時のね、映画村のね、トークショー、行かしていただいたんですよ。こんだけライダー好きなんですけど、俳優さんと、こう、直で、会えるタイプのイベントに行ったのは、このゼロワンが初めてだったんですよ。いや、本当にね、感動しました。めちゃくちゃ面白かったです。よかったですよ。その時ね、最前列だったんですよ。でも、ものすごく嬉しくて、なんか、なんて言うんでしょう。チケットの番号がめちゃめちゃ、数字前の方で、あれこれ、やばくない?と思って、いや、でも、まだ行ったことないから、まあ、こんなもんなのかな、この座席の数字ってと思ったら、本当に一番前で。しかもですよ。イズ目の前ですよ。もうやばかったですよ。もう本当に忘れられなかったです。もうね。そういうこともあったりして、やっぱり、仮面ライダーゼロワン自分の中では、特別なね、作品になったかなーなんて思っております。もうね。もう忘れられない仮面ライダーシリーズ名作の一つなんじゃないかなと私は思っております。ね、先ほども、言わせていただいた通り、仮面ライダーゼロはまだ劇場版など控えておりますので、まだ完全にお別れというわけではありません。新シリーズ仮面ライダーセイバーも楽しみにしつつ、仮面ライダーゼロワンと再会するその日を、皆さんね、楽しみにしていきましょう。ね。本日の動画はここまでとさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。